ほんま減った減ったっけ、うん、なかなか減ってないと思うけど、ウクライナやギリシャ問題など関連政権の不安要素はあるものの影響は限定的で、ラーメンはまだ ラーメンはもう1ヶ月だと、一方で庶民の食材は値上がり傾向です。中の家庭が値上がり。まだ売れた？まだ売れんの？お魚食べたかったなって。食べた？まだあれや。で怒るのの。父ちゃんここ連れてきてよ。私先。